肺がん治療中だった歌手の山川豊、65が歌手活動を再開することになった。15日、公式 HP が発表した。山川は1月10日に肺がんを公表。当面の間、検査及び治療に専念させていただく。とし、活動を休止していた。所属事務所は、医師及び関係閣議と協議の結果、 4月から治療を続けながら歌手活動を再開すると発表。治療も順調に進んでいることがわかり活動再開の決断に至りました。今後は体調に気を配りつつ治療を受けながら仕事を続けさせていただきますと報告した。また本人もコメントを発表し、好評から今日まで、たくさんの方々に温かい励ましのお言葉をいただき本当にありがとうございました。 とファンに感謝。現在も治療中ですが皆様の前で歌が歌えることに感謝し、これからも頑張ってまいります。と心境を綴った。4月4日に SBS ラジオ、静岡放送、番組での公開収録、11日にコンサート、令和日本、演歌の夢祭り2024、名古屋公演に出演する。